にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を入れながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日の質問は奈良県の30代の女性からです。はい、ヤフーの知恵袋を見ていると、街で力士を見かけて声をかけるとすれば関取と呼んだらいいのですか、という質問を見かけました。関取は重量以上だから幕下以下の人に呼ぶのは良くないという意見と、失礼には当たらないだろうという意見がありましたが、松武蔵さんは関取と呼ばれたことはありますか、呼ばれた時はどんな気持ちなんでしょうか、という質問なんですけども、そもそもね、あの関取っていうのを重量以上を指すっていうことをご存知ない方って結構いらっしゃいますよね。そうですよね。力士全般を関取っていう、思っている方も多いと思います。はい、そうですね。ですからやはり松武蔵さんも関取とか松武蔵関とか言われることは、そうですね、まあ関取とか言われることはあるかもしれないですけども、逆にね、固い関、例えばどっかに呼ばれて、ステージに一人ずつ案内されるときに、続きは松武蔵関とか言われることもあるんですよ。でもこれはね、我々からしてみたら恥ずかしいっていうか、関取じゃないんですみたいな感じになっちゃうんですよ。やっぱり相撲界の中では、関取っていう重量以上のことで、そうですね、それで非常にこう難しい地位っていうことですからね、簡単になれるものではないですから、ね、そうです、そうです、はい、なので、ね、我々が関取とか言われたり、何々関って呼ばれる言い方は恥ずかしい、サインくださいって言われても、サインもね、関取になるまではできないんですよ。まあ、まだ関取じゃないんでサインできないんですっていうね、断り方はしてました。そしたらまあ相手の方も、そうなんですか、そういうもんなんですかっていうような反応なんでしょうね。そうですね。なのでね、相撲ファンの詳しい人たちは、そこのところ分かってる。はい。それでね、まあこの、ヤフー知恵袋にこういう質問があったっていうことなんですけども、街で力士を見かけて、まあ関取ではないっていうことが仮に分かってたとして、呼びづらいね。そう呼んだらいいんでしょうかね。取り敵さんとか言われるのもなかなか。いやいや、それもなかなか。あんまり使わない、ね。使わないし、変にクロートっぽくて。じゃあ、お相撲さんぐらいでしょうね。あ、お相撲さんって言われるのは別に嫌な気持ちじゃないですか。全然今はね、出入りがなかなかできないんですけども、街とかに出るとね、あ、お相撲さんとか言われたりしてましたよ。あ、そうですか。握手してくださいとか。あります、あります。写真一緒に撮って。あります、あります。まあ、我々はチームない力士なんでね、そこまで言われないですけども、お相撲さんと一緒に写真撮ってもらえなとか言って、子供と一緒に写真撮ったりしたこともあります。赤ちゃん抱っこしてあげたこと。そうです、そうです。これはもう別に関取ばっかりじゃなくて、保育園に行ったりもしますし、みんなと写真撮りますよ。あ、そうですか。そしたらひょっとしたら全国のどなたかのアルバムの中に若い頃の松武蔵さんが一緒に写ったこともあるかもしれない。なかなかでも私は声かけられることは少なかったです。あ、そうですか。なんでだろう。やっぱりちょっといかつい。声かけられやすい人とかけられにくい人っていうのはありました？あったんでしょうね。我々はたまたまこう声かけられたりすることがあるんですけども、俺しょっちゅうかけられるよっていう人もいたかもしれないです。ね、我々が 4,5 人で歩いてるとね、東京の方はね、お相撲さんに慣れてるからね、そんなにまでわってこうなんないんですよ。地方場所とかね、巡業とかに行くとね、ちょっと町とかに出て、食事とかに行ってても、あ、お相撲さんやって感じで。で、また、セッターがジャラ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 っていう音がね、結構響いたりしてね、一回ね、私、こんなことはあるんですけども、お相撲さんがセッター鳴らして歩いてきてたらね、誰か手拍子してはるわ、と、こういう音に聞こえたみたいでね。やはりこう目立ちますからね。そうですね。セッターの金具の音っていうのはもうすごい響く。私はもう入って気持ちよかったですね。音が鳴るのは。ジャリジャリジャリってこう。で、やはりこうかっこいいというか、男前の力士なんかは声かけられたりもしやすいかもしれないですね。そうですね。まあ格が上がれば上がるほど、いろんなものが身につけられるんでね。
まあその三段目に上がったらセッタの音が聞き、あの自分でもこう鳴らしながら吐けるし、幕下に上がると今度はちょっとだんだん寒くなったこんな時期はあのコート街灯が来て歩けるし、普通のコウモリじゃなくて番傘茶の目傘を持って歩けるし、だんだんかっこよくなってくれますよやっぱり。はい、あの実はねこのまっチャンネルにもよくコメントしてくださる元力士の方がいらっしゃるんですけども、はい、その方は自らね、うん、すごく昔はモテモテだったっていうことを書いていらっしゃる、まあもう そんな力士もね、実感してる力士もね、いると思います。まあ不安レターもらったりとか声かけられたりとかしたっていうことでしょうね、うん、そう特にその関取重量幕内三役とかなってくると、まあある程度顔が売れて、あのおーって言って声かけられたり、サイン求められたりね、なんか人気が出たかなみたいな感じになるんでしょうけど、でも逆に下の方だけども声かけられる、そうそうそう、それが、うん、かっこよいとか、うん、そういうこう見た目も良かったんでしょう、そうですね、はあ、ということでいかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。